半導体産業の集積で湧く熊本。24時間稼働の TSMC 熊本工場の最寄り駅である原水駅では祝日早朝でも多くの方が足早にセミコン通勤バスへこちらが2024年2月に会所となった TSMC 日本工場東側隣接地には第2工場も年内着工で建設が予定されています。 半導体関連企業が集約するセミコンテクノパークには、1990年開業の東京エレクトロン、2000年創業のウエハ半送装置を製造するローゼ、2025年上木より稼働予定の東京大岡工業など、新規開業、新東建設など、続々開発が進んでいます。合わせて周辺エリアも大きく変貌の兆しが、 肥後大津駅を起点とし阿蘇熊本空港からのアクセス鉄道も整備予定であり原水駅と三里木駅の間には2027年春に新駅が開業予定またセミコンテクノパーク北側には中九州横断道路の整備も進められており TSMC 進出で地域は大きく変わろうとしています。生活の面でも 台湾からの移住者の増加に伴い近隣スーパーでは台湾食材コーナーも増加アジア食材ゾーンはより拡充され店内の案内板も日本語、英語、韓国語、中国語での案内となっていますまた熊本県内の大学では今年度から半導体技術者を育成するコースを設置するところも例えば熊本大学では 2024年4月より半導体デバイス工学課程を新設国内の大学で初めて半導体技術者や研究者育成に特化した学士課程を設置しています TSMC 進出で大きく変わる熊本ここからは実際に現地に足を運んだ印象について伺ってみましょう。 7月初旬の週末、私たちは熊本のシリコンアイランド、TSMC の子会社があるジャスムのある福洋町を訪れていろいろと見てきました。さあ、ザ・オカいかがでしたかトウモロコシ畑を抜けると。はい、そうでした。ね、<laughs> フィールド・オブ・ドリームズなんていう映画が昔ありましたけど。ありましたね。<laughs> 野球場ではなく、はい、そこは半導体工場でした。ジャスムでした、ねうん。で、それからさらに進んでいくと、 東京エレクトラもありましたねえー、あとこれから出てくるのかないろいろなところが細かいところローツェとかオルガノもあった、ね、オルガノもありましたねなぜか大成建設の看板も見えたりして <laughs> 第二工場とかいろんなものがあって <laughs>、はい、それだけでも面白かったんですが、はい、私が一番ね、うん、心に残ったのは地方自治体の取り組み、はい、あ菊陽町とかの取り組みですかねあの日はね 日曜日だったんです。大雨。そうでした。まあ雨が。ちょっと甘い通りさせてもらおうかなと思って、ふらっと立ち寄ったら。役所に寄ったんですよね。オープンしてるんですよ。オープンしているだけでなくて、外国の方向けに、日本語と英語と中国語で、どうぞこちらに来てくださいと、手続きありますから。なんか歓迎しますっていう垂れ幕がありましたね。垂れ幕があって。あとはもう全部翻訳アプリを使ってて、スムースに。まあ聞けば、平日はね、 お仕事がありますから、はい、なかなかそういうめんどくさいこ,うこと細かな手続きを簡単にやるわけにいかないので時間かかりますからね。はい、それを土日、祝日でも受け付けますよという取り組み。はい、で、<ー>もう完全に翻訳されていて、はい、で、もう随時、いつでも係りにとかしたしてるっていう、はい、あの、街の取り組みが一つと、もう一個はね、空港。空港、よかったですね。熊本空港。熊本空港って私の記憶の中では、はい。 まあそんなに大きくなくて、こじんまりした感じだったんですけども、空港のあの2階の、あんなリニューアルして、あんな立派になってると思わなかったです。もう登場口は目の前でギリギリまで寿司が食べれる。<laughs> 寿司たらいいけどね、もう一杯 <laughs> もう一杯飲んでたと思いましたけどね。いうう本当にね、すごい便利ですね、あれ。え、それこそ熊本から半径何キロの、それこそ天草からとか、どこどこから屋根からのお茶からとかね、 もう全部集結されて、一箇所に、一箇所ってかなり広いですよ、あのフードコートは。はい、そうですね。はい、ギリギリまで、自分のね、乗る飛行機をこう見ながら。そうそうそう、目の前です。あれはもう一回行きたい。行きたいですね。うん、本当にお土産も、もう登場口のところ入ってからいっぱいあるんですよね。うん、やっぱりあの、2階の改装も TSMC の、はい、工場稼働に合わせて、間に合わせて、はい、あの行ったみたいです。 素晴らしかったです。その熊本県の取り組み方ですね。はい、これに私は心打たれました、ね。はい。もう、あの、この半導体のアイランド、シリコンアイランドができる再びというところに大歓迎ですよ、ということで、うん、いろいろこう配慮しているということですよね。まあそれだけ、知の利、はい、なんとかっていうのあるじゃないですか。孫子の兵法だったかな。知の利、の理人の輪だったかな。うんはい、なんかもう一個ぐらいあるんですけどもね、うまく言えないんだけど、はい、それが全部揃ってるなっていう、そんな雰囲気でしたね。はい。 そして2023年12月に東京スター銀行が熊本オフィスを開設しております。うん、私たちはこの熊本オフィススター銀行の森本所長に伺いまして。いろんなことをね、はい、あの、協力してもらいました。お話を伺ってまいりましたので、そちらぜひご覧ください。2021年に新駅舎へリニューアルされた熊本駅。その横に立つビルの5階に、 東京スター銀行熊本オフィスはあります TSMC 進出に対応し2023年12月に開業したこちら熊本オフィスで森本所長にお話を伺いました東京スター銀行さんは2023年12月に熊本にオフィスを開設されたということなんですがこれはやはり 熊本にあの半導体大手の TSMC が進出してくるということに、まあ、合わせてなのかなというふうに思うんですけれども、この東京スター銀行さんは、台湾の金融大手である中国信託商業銀行 CTBC の傘下であるということからも、やはりその台湾とのつながり、強みがあるのかななんていうふうに思うんですが、うん、その狙いはどこにあるんでしょうか。はい えー、熊本オフィスの開設の目的は、はいえー、熊本に工場を建設しましたあ台湾大手の半導体企業の従業員に、はい、金融サービスを提供する、はい、それがあ一番の目的かと思ってます。じゃあ、TSMC が熊本に来るということは、はい、台湾からもたくさん従業員の方が来るということですね、はい。そうですね、はいはあ。その台湾の方に向けて、はい、ということもあるんです、ねうん、そうですね。 あの、東稿の親会社であります CTBC ンク、まあ台湾の民間の金融機関の中では、はい、まあ採用手になるんですけども、はいえー、その金融機関がですね、えー、日本に進出された台湾企業の、うん、従業員の方々に、はいえー、必要な金融サービス、はい、あるいは生活のサポート、はい、こういったことをやるのは、まあ、当然のことだというふうに考えておられるんですね。うん、はい。はい それで、はいえー、サプライヤーですね。CTBC に関わるサプライヤーの、はい、台湾からの進出も、金融面で支援して、まあ、熊本の経済に貢献できたらなと、私どもはそういうふうに考えております。その台湾の従業員の方向けに、はいはい、どういったサービスを提供していくということなんでしょうか はい、えーとまあ、現在はですね、えー、中国語、英語での給与振り込みの講座の開設のサポートですね、はいえー、そういったことを皮切りに、台湾への送金であったりですね、はいえー、住宅ローンの提供等も行っております、はいまあ、これがやっぱりその、そもともと日本にいらっしゃる法人との違いというか、うん、強みになっていくんでしょうか。 そうですね。日本の金融機関ですとですね、なかなか言葉の壁というのがあるかと思いますけれども、外国人のお客様向けのですね、金融サービスが十分に提供できているとは言えないというふうに考えております。そこで投稿ではですね、熊本オフィスに2名の台湾籍の行員を常駐させておりますし、ホームページにもですね、 中国語、それから英語版のページを設けて外、はいえー、国人のお客様でもスムーズに手続きがしていただけるような、うん、そういった万全の体制を整えているというところでございます、はい、どんどん日本にも、ね、海外から働き手がやってくる時代ということにそこに合わせていっているということですよね。はいはい、そね、はい、それからあの、えー、音ではその 日本にまだ来ていらっしゃらない、はい、え海外に在住で、日本に非居住の方へのサービスもやってらっしゃるというのを聞きましたけども、ね。はい。はい、えっと、そうですね。えー、現在は、はい、あ東京消福製という商品があるんですけども、これはもともとあったあ商品でございまして、はい、ちょうど私たち銀行が、えー、台湾の親会社と、はいお 子会社になってちょうど10年が経つんですけども、はいえー、10年前にその商品はできました<ー>で。その商品をアレンジしてですね、はいえー、熊本で今つかその商品として使ってるんですが、はい、使ってるんですが、台湾籍の方で、えー、台湾で生活をされていらっしゃる方向けの、はいえー、投資をもらという形になります。これニーズがすごくあるということです、ね、そうですねあの。おかげさまで、えー、熊本の、はい 土地、はいえー、建物、はい、そういったあマンションも含めてです、ね、戸建てもそうなんですけれども、はい、非常に、まあ、海外の台湾の方の投資力が高いなと、はいはい、感じている次第でございますうこうやって人がどん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 増えてくると、うんまあ、雇用、労働環境、賃金、交通、住宅、自動車、まあ、いろんなところにいろいろな需要が出てくるというふうに思うんですが。うん 森本さんを見ててどういったところがなんか熊本変わったな。うん、森本さんもともと熊本出身でいらっしゃって、でその後福岡、東京とまあ働かれて、三十年ぶりぐらいに熊本戻って来られたって伺いました。ねはい、何か大きな変化ありましたか？はい、そうですね。あのー、まさに半導体企業の工場の周りっていうのは、はいはい、まあ畑だったんですね。三十年前ですけども。はいえー畑はい でまあそこらそこら辺の周りの土地がですねえ,え、え今は十階ぐらい十階以上のですねはいえ賃貸マンションだったりそういったものが、えー、数十個の金数で建っていっているというところに不思議だなっていうふうには不思議が全然変わっちゃった <laughs>、ね、って感じですか、はい、そうですねはい。 はい。その他例えばその繁華街に、うん、あの今までとは違う人たちが来ているそういうのはありますかね,、はいすねはい。ありますね。あのハンガもそうなんですが、まあ、はい、ちょっとした買い物でコンビニなんかも行きますと、はい、中国語の、うん、言葉が飛び交ったりしてですね。これは30年前にはなかったことですね。<laughs> はい、なのでまあ熊本で生活しているわけなんですが、えー、一瞬こう中国にいるのかなというような。えーうん ことも思ったりします。<ー>それぐらい中国語っていうのは飛び交ってますね。はい、働き手がどん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 釜元にやってきているというのは、はいはい、生活圏内でも実感することがあるということなんですね。はいはいはい 最後にじゃあここから、うん、あのここの熊本オフィスはどんなふうになっていくんだろうというかその目的と意気込みみたいなものがあればあはい、はい、えと我々今5人体制で営業活動を行っておりますが、えー、今後、まあ、二次工場のこの前熊本で建設しますよという発表はあったばっかりなんですが、えー、稼働という意味ではまたちょっと先になります。といろんな 台湾でのサプライチェーンも含めてなんですが、はい、いろんな会社が熊本、あるいは熊本近辺に進出してくるということが予想されるんですね台湾から日本へそ,うそうです、そうです、そういったお客様を含めまして、ですね、えー、工場用地の案内であったり、ですね、はい、あるいは運転資金のお手伝いだったりですね、はいはい、そういったこともお、まあ、協力というか、応援できるんじゃないかというふうに考えております。 その従業員さん向けの、はい、あの住むところのね、うんえー、住宅ローンリテールだけではなくて、はい、もうそのビジネスとして海外からやってくる人たちも、ね、たくさんいるだろうということで、はいはい、そこへの資金ニーズ、はい、運転資金のはい、はいえー、まあ相談にもなっているということですね。はいね、TSMC 進出によって大きく変化し始めている熊本、経済波及効果への期待と。 現実の変化を感じるべく我々も今後定期的にリサーチに訪れてまいります。